皆さんこんにちは、えのひむなです。なんと今日はジェンマさんがいません。ジェンマさんがいないんですよ今日は。そう、いつもあのスタッフさんの声が入ってると思うんですけど、今日はそのジェンマさんが、ね、いないんですよ。なぜか大阪に出張行ったきり帰ってきません。大阪なんだ。ちょっと代わり頼むわって言われていました、はあ、ということで、とっても静かなんですよ今日は。そうなんです、あの賑やかさはないんですけれども、はい、今日やる企画は、はい、コメント返し。コメント返し、イエイ。コメント返しをね、お久しぶりにしていこうと思います。最近あれですよね、柳さん結構いろんな方とコラボとかされてるので。あ、そうなんですよ、そうそうそう、皆さんのコメントを返してあげたらなという企画になってます、うん、はい。夢なの夢、コラボのコメントじゃあ見てみますか。はい、じゃあ一番最近の花火りさこさんとコラボさせていただいた動画からね、ちょっとコメント見ていきたいと思います。たくさんありがとうございます。どうでした、田辺さん会った時の印象というか。印象、本当なんだろう、ちっちゃくて可愛くて動物みたいな可愛さじゃないですか。はいはい、りさこさん、そうですね、りさこちゃんと呼んでいいのか。りさこさんだから本当にね、もういつも隣可愛くてずっと見ちゃうんですよね。一番最近の動画の一番上、犬子ちゃん体操部入ってたと言ってましたけど、運動神経が良くメニューをこなしていたことに驚きです。わお。りさこ先生の動きも拝見できて良かったです。俺もやりたいぜ。ありがとうございます。そう、体操部だったんですよ私。機械体操をね、中学生の時にやってて、まあ元々は私の父が体操部だったので、それできっかけでやってみようかって言って入ったんですけど、まあそれが今にもすごいつながってますね。体が柔らかくなったし、先輩に苦労をされて地獄の柔軟って言ってましたからね。そんな感じで今も役立ってます。ゆるキャンの空いてる時間もやってましたよね。さすがポテンシャルすごい、二重跳びできるのってすごい。そう、これ見てくださったんですね、多分このゆるキャンの動画を。田辺桃子ちゃんとか大原優乃ちゃんとかも入れてくれたんですけど、そう、ゆるキャンの撮影の合間にも筋トレしてたんですよね私、山梨で。寒い中もう本当に朝早朝から撮影だったんですけど、その空き時間とかにスクワットしたりとか、段差があったらその段差でこう壁腕立て伏せみたいなやったりとか、やっぱ温まるし山梨寒いから。日村さん身体能力高いんですね。バラエティも俳優業も頑張ってください。週末の癒し動画ありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。嬉しいです、本当に。どっちも楽しんでね、やっぱりなんかお芝居で俳優業としてドラマとか映画をやらせていただくのも本当に好きなことだし、バラエティイッテ Q とかで出川さんとか芸人さんとか皆さんに会って喋るのもどっちも難しいんですけど、どっちも好きなんで、もう別のものとして見てますね私は。田辺桃子さんとのコラボも見てみたい。おー、なるほど。桃子 YouTube はやってないと思うんで、でもね、呼びたいですよね YouTube にね、呼んでお話ししたいですね。最近会えてないから遊びに行きたいな一緒に。はい、じゃあマーシュとコラボした動画のコメント欄を見ていきますね。マーシュさんも犬子ちゃんもお互いによく見てるから、3時間で見つあげられるのは大したものだと思います。ありがとうございます。いや、そう、この日ねマジで時間なくて、まずくしゃみですよ。ここに何かあってご飯もつかなくて。そう、本当に時間なくてバッタバタで、多分お互いの特徴を3つ挙げたぐらいなんですよこの動画。それだけなんですけど、まあね、お互いに3つ挙げられるっていうのは嬉しいですね。仲良くないといけないですよね。そう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 、そうです。ゆめっぺさんの取り扱い方はゆめっぺさんの弟さんがご存知だと思います。確かに。まあ家族ですからね、そりゃ弟たちは私がどんなお姉ちゃんとかは分かってると思いますね。どんなお姉ちゃんですか。どう思われてんだろう弟たちから。見てんのかな YouTube。 見てくれてんのかな。見てる。どんなお姉ちゃんですか。これ見たら LINE してね。次どんな動画ありますか。あ、演技対決ね。そう、これはもう花粉症女子を演じた時の動画なんですけど、ゆめっぺ演技さすがうますぎ、花粉症の人にしか見えませんでした。実際か
花粉症なんで、今も絶賛も花火すればいいんですよ。今日も花粉すっごい飛んでるから。花粉症のなんか辛い時を思い出してやりましたね。これはゆなちゃんくしゃみ芸人だったら、いや芸人じゃないんですよ、芸人じゃないんですけどすいません、芸人じゃないんですけど、芸人さんってすごいと思う。本当に尊敬しますもん。くしゃみの振りは得意です。くしゃみの振りするねって言ってやっても、えそれ今本当に出してるでしょって言われる違うよ、いつでも出せるよって言ってるんですけど、そういう特技があるということで。自然に泣く、くしゃみをするのは難しく高等テクニックと聞きました。ドラマ撮影なので鼻小よりをしてくしゃみをする役者もいるくらいですか。あ、なるほどね、そうなんだ。え、これは知らなかったです。私もなんか実際にくしゃみとか泣く演技とか難しいんですか、やらないですか。難しい、やっぱなんだろう、その日のテンションとか状態とかで、めちゃくちゃもうなんか今日はすごいテンション高いなみたいな時あるじゃないですか。普通に人間生きてて、そういう時に泣くお芝居とかあると結構焦ったりはしますね。ちゃんと泣けるかなって思ったりはするけど、でもお芝居する時は段取りやって、テストやって、本番最低3回はやるんですよ。最低3回はやるし、まあ、3回以上絶対やるんで、その中でだんだんこう気持ちを作っていくみたいな感じだと思いますね、皆さん。じゃあ次、この今日はいないデンマさんとのドッキリのやつですね。これはそう、アイリーとコラボしてガチ喧嘩ドッキリみたいなのをやった時ですね。2人の友情が伝わってきました。雰囲気が似てて可愛いです。あ、これはアイリーとってこと。デンマさんじゃないよね、さすがに。デンマさんとも似てるかもしれないですね。嘘嘘とか言っちゃっためっちゃ怒られそう。杉本さんですね、これ多分。ですよね、ですよね。似ていますアイリーと。そうなのかな。まあでもそうね、居心地がいいですね、アイリーといるときは。お互いに素で入れるから。ワイプのドッキリと気づいてしまって余裕な感じのアイリーがずっと可愛い。いやもうこれ気づいてたんですよ、アイリー。ほんとに。絶対ドッキリやろうって。これは気づくよね。でもこんな急に切り始めたらね。最初はなんか苦笑いみたいな感じでちょっと、そんな様子はありましたけれども。ゆめらちゃんが怒ることとかあんまりなさそうだから、すごくレアな感じする。普段怒らないですか？いや、怒るんですけど、なんだろうね、もう本当にすっごいガチでイラッとした時は、もう喋んなくなるかも。それが一番怖い。一番怖い。なんかそう、なんか、バーって言って、当たるとかはできなくて、喋れないから、そんな。ゆめっぺにキレキャラは似合わないので、さすがは親友のエリちゃんでしたね。そうですね、さすがに。キレキャラ似合わないのか、やっぱそんなキレられないからな。ゆめっぺにキレられてえな。本当ですか。じゃあちょっとぜひキレですか。ちょっとだけキレてあげてください。どうしよう。でも普通に弟とかにイラッとした時とかは、はみたいに思ってました。あ、圧力すごいっすね次、じゃあ最後ですね。最後、小松さんの。あー、これね、これね。そう、小松さんがドッキリで登場してくださった時です。小松さん思ったより早い登場でびっくり。ゆめなちゃんすっぴんも可愛すぎる。そんなことないです。そして反応がいいいや待って、これさ、まず突っ込ませて、このサムネの顔やばすぎでしょなんかすごい顔してるよね、これ。本当にさ、世に出ると思うと本当に嫌なんですけど、思い出すだけで。もう温かい目で見てくださったら嬉しいです、本当に。ナチュラルメイクをしていると思ってました。素肌が綺麗な夢野さんが見れるのはレアです。ありがとうございます。肌はね、強い方でして、遺伝的に母も祖母もうシミとかがね、あんまなくてスルッてしてるから、それは受け継げたのかなっては思っていますね。小松さんのコメントも見てますね。ドッキリ大成功ですね、小松さん。グッジョブ小松さん、お帰りなさいって言ってくれてますよ。こんなに早くまたゆめなちゃんとの並びが見れるなんて思ってませんでした。検温スタッフ最高ですやっぱここの3人だと安定感ある。おー、嬉しいですね、この言葉は。小松さんいると盛り上がりますからね、そう。小松さんの変装や動きが可愛かった。最後、葵ちゃんのびっくりする反応はもっと可愛かったぜ葵ちゃん釣ってくれてる、ありがとうございます、はい、なんて面白いのが入ってきた時、菅田将暉かと思ったこれも面白すぎる。このサムネ見て菅田将暉さんに見えないでしょこのサムネは小松さんでしかないでしょ、この格好は。一番ナチュラルな小松さんですよね。一番ナチュラルな小松さんで、これはちょっと面白いコメントですね。
ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。はい、ということでコメント返し久々にしてみたんですけど、なんかやっぱ面白いコメントたくさんありますね。ぜひぜひね、これからも動画たくさん上がると思うので、コメントたくさんお待ちしております。今日も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録よろしくお願いします。押してねー。